佐伯市にある日本文理大学附属高校では、普通科と情報技術科の合わせて6つのコースで推薦入試が行われています。今年度は493人が受験していて、中でも近年人気が高い情報技術科の ICT イノベーションコースには、定員を大幅に上回る85人が試験に臨んでいます。情報技術科にはこの春からデジタルクリエーションコースが新設される予定です。試験は午前9時30分から始まり、理科、英語など5教科で実施されています。県内このほかの私立高校の推薦入試は今月17日に行われます。